どうもこんにちは、誕生と申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今日はですね、競技場に来てるんですけれども、今日やばいよ、マジでやばいですよ。今日はまあちょっと前回の動画で超大物選手と一緒に練習させていただくというふうに前回の動画で言ったんですけど、それがついに今日なんですよ。で、誰かと言いますと、もう陸上界では知らない人はいない、あの佐藤悠基選手です。実績を言ったらもう話しきれないぐらい多いんですけど、まあ箱根駅伝1区区間記録を今も持ってたりとかね、もう相当な実績を持ってる方なんですけれども、今日その佐藤悠基選手、なんと一緒に練習させていただくということで、めちゃくちゃ緊張してますね。迎え来たわ俺が倒れてもいいように迎え来たわっていう感じで、佐藤悠基選手、 SG ホールディングスという実業団チームに所属しておりまして、でね、一緒に練習させていただくんですけれども、まあ、この機会を設けてくださったのも、その主務の西川雄一郎さんが全部ね、でね、その西川さんがちょっと今来てくださっているので、佐藤悠基選手は今ちょっと集中してアップをしているということで、ちょっと西川さんにね、お話聞きたいと思います。ではお願いします。はい、どうも。はい、どうも。そんな挨拶ですか。ごめん、もう主務引退したんだけど。あ、そうなんですか。もう主務って役職が実業団にない。あ、東海大の時が主務ですもんね。いや、本日はこういう機会を設けてくださりありがとうございます。いや、こちらこそ。今日は大事な練習なんで。今日はどんな練習ですか。4月ぐらいから本格復っていうか、ポイント練習をちょっと怪我を、宮城で終わって怪我をして、4月ぐらいからしっかりこう積んできている中で、この5月に入って、まあ、キレというか、そういうキレを戻した練習を今やってる中で、まあ、来月日本選手権が 5000m 出場予定しているので、そこに向けたキレを取り戻す練習だから、もう今日の練習が日本選手権の結果につながるっていうような形で考えてもらっていいかなっていう。今日 3000m ですよね。ペースが64ぐらいでいってほしいって言われたんで、いけるとこまで行きますので、こんな機会ないですよ。なので、しっかりアップして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。それでは早速やっていきましょう。いや、離れる人初めてです。離れる人初めて。タモさんはこうだけど、離れちゃう人は初めてでした。ということで、本日なんですけど、東日本が終わってちょうど1週間後なんですよね。東日本より緊張してない、なんか。いや、するでしょ。あと10分後、スタートなんで、頑張ります。あ、はじめまして、タモジョーと申します。よろしくお願いします。いや、今日はどんぐらいでいけばよろしいでしょうか。今日は一応、はい、まあ最大のターゲットは8分フラを目指してで行って、はい、まあ後半きつくなって粘って8分1桁ではいきたいなとは思ってるんで、はい、まあそのためにちょっとナイスなペースミートをお願いしたいと。はい、わかりました。よろしくお願いします。頑張ります。あ、ありがとうございます。以前動画に出演してくださった戸田さんも走られます。はい、はい、じゃあ行きます。よーい、はい。64秒のペースで一応平均走ります。1キロ換算すると2分40秒ペースで、そのまま走ると8分ペースになる感じですね。62秒7ですね。今やっべって思ってます。
3秒8。3周目66秒ですね。64秒通過なので少しちょっと遅れてみます。最初の1周目分の貯金があるのかもしれます。最後 1600m 64秒6です。やべっもう、最後の 1000m が戸田さんが引っ張ります。西川さん、どうですかこのペースは。めっちゃいいよ。めっちゃいいですか。最初はい最初なんかちょっと早く入りすぎてたけど、まあ、最初62でした。ただうまいことこうね調整していって39で入ったしね。あで5分21だし、もう予定通りだよここ。あ、本当ですか。よかったっす。まあ、トータルで見ればね。あーそうですね、1周ごとだとちょっと1周ごと結城さんがどう捉えるかは終わってから。終わってから頑張ってほしい。佐藤さん、ありがとう。いいですよね。動きもいい感じです。いやこれはすごいです。この大事な練習に立ち会えてよかったです。すげえな。全然ペース落ちないし崩れないし、さすがトップだ。7分台出るかもしれない。え ?7 分台だって5分21でしょ。いや、じゃあ7分台出るし。38で走ったな。で今62で走る。もう一周しない。
秒ロッテ。完成です。7、8、9、やばい、はい、7分59秒4、7分でやばい、ありがとう、お疲れ様です。やば、目の前で7分台が見れるなんて、やばい、やすごい、さすがです。いや、試合並みに頑張った。いや、すごすぎる。いや、すいません、ちょっと僕めっちゃペースがたついちゃって。いや、でもあそこででも休めたから。あ、ありがとうございます。最初は早く入ってる分余裕があったから。あ、はい、あの分で帳消しで最後頑張ればぐらいな感じ。ありがとうございます。え、そういう作戦引っ張るの？あ、もうそういう作戦でした。7割ぐらいにしたらまあ有効的だろう。7割ぐらいなんですか？いや、まだここからで、今こう上げる手前ですもんね。あ、確かここでピーク合わせちゃったら日本選手権とかがずれちゃいますもんね。ようやく故障明けで一山が越えてピーク過ぎたところでのここだから、はいはい、うわ、これから徐々に徐々にみたいな感じのところで、じゃあまだまだどんどん上がっていくって感じですの予定なんだけど。いや、まあ、でもおかげで今日はいい勉強ができた。はい、こちらこそありがとうございます。いや、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。いや、本当にもうこの機会設けてください。ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ本当助かりました。いや、本当にもうテレビで見てたなので、いや、こっちはもう YouTube で見てます。いや、もうテレビを、いや YouTube は全然なんですけど、もうテレビで見てた方がまさか隣にいるなんて、僕がもう小学校の時とか全然思ってなかったので、おかげで無事に目標タイムはちゃんとクリアできたんで。いや、そう言っていただけて よかったです。いい練習ができました。ありがとうございます。いや、なんかさっき西川さんと話したんですけど、もしかしたらなんか今後の練習とかもまた、まあ、もうぜひぜひ来てくれる。あ、本当ですか？一緒に練習して、はい、ありがとうございます。あの、日本選手権めっちゃ応援するんで、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日は佐藤悠基選手と 3000m タイムトライアルでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。